落合、ボールは一切関係ない。落合博満さん、70が7日、TBS 系情報番組、サンデーモーニング、スポーツコーナーにご意見番として生出演。今季のプロ野球界で話題になっている、投高打低について持論を述べた。落合さんは、ホームランが少なくなった、打率が低くなったというのはボールは一切関係ないと思う、と切り出し、打者の技術と投手の技術が上がったということ。我々の時代は140キロ投げれば速いボールと言われた時代。今150キロ前盛でしょ。それにフォークとチェンジアップの縦の変化。昔は横の変化が主流だったが、速いボールと落ちるボールさえあれば打者を抑えられる。それに打者の技術がついていってない、と試験を述べた。いや23年から24年で成績変わりすぎやろ。そんな短期じゃ投手技術の向上なんてありえんで。球場もそこまで大きくする必要ないかもね。打者が思考を読めるニュータイプにでもならんと発展がないわけか。ボールに決まってるだろ。落合こんなこと言っちゃうのか。やばいな。落合みたいに権威あるやつがこういうこと言うとボールの調査が遅れるからほんま害悪やと思う。過投球の時と全く同じ流れ。どう見てもボールやろ。去年のオフからたった半年でこんな露骨に差がつくと、今年はどう考えてもボールだろうに。まあ近藤は球場変わったのもあるけど成績向上してるからな。数ヶ月でこんなに変わるわけねえだろ。統一球は飛ぶとか言ってたやつが何言ってもね。ご視聴ありがとうございました。